はい、どうも皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。はじめまして、ソラでございます。ということで、これから動画を投稿していこうと思います。よろしくお願いします。はい、まあ YouTube の活動はですね、前にやってたんですけども、今回改めてまた投稿していこうかなと思っております。さあ、ということで、まあ早速ですね、まあ第1回目の動画はですね、変なネタなんですけども、世界の雪だるまを紹介していこうということで、まあ、僕雪だるまが大好きなんですよ。で、その雪だるまの、まあ、世界の雪だるまを見たりするのが大好きなんですよ。だからね、まあ、今回雪だるまの紹介をしていこうと思っております。よろしくお願いします。はい、まあ早速ね、狂ってんのかと思われている方もいると思いますが、狂ってはありません。めちゃくちゃ頭は冴えています。ということで、やっていきましょう。どうぞ。ということで、最初はですね、南の国の方の雪だるまなんですけどもね、まあ明らかにおかしいと思います。はい、まあ下が、まあ、雪だるまでしか丸くてですね、であと上は四角いということで、で顔もなんかおかしいと、まあ顔、まあ目とか口とかがですね、四角になってるというね、まあ本当に考えられないですね。これはもう本当にね、こういうふざけた雪だるまはなんか何言ってんだろう。うん、まあということで、はい、これはちょっとひどいなと思いましたね。じゃあ次です。黒じゃねえかよ。おー、かっこいいですね。いや、なんか髪型もね、すごくイケメンな感じで、あとね、あの目もすごくリアルな目で、あー、これはかっこいい。これはね、憧れますね。うん、すごいかっこいい。イケメンの雪だるまで、ね、雪だるまだね。うん、雪だるまじゃない、雪だるまだね。うん、すごい雪だるま。うん、うん、すごい謎。まあわかると思いますけども、頭がないっていうね、まああのあってはならない惨状なんですけども、惨状っちゅうのかもしれないけど、まあね、うん、ちょっとね、これヘッドがないの、ヘッドがないね、ヘッドが。これあれですかね、なんかゾンビとかが出てくる映画でヘッドショットされた後のゾンビみたいな感じですかね、多分。雪だるまがゾンビになるみたいな、はい、くそくだらない話なんですけどね。はい、はい、ということで、まあ世の中にはいろんな雪だるまがいるということが分かったと思います。まあそれと同時にですね、雪だるまってこんなに世界で愛されているんだということも、もし分かっていただけたら嬉しいなと思っております。はい、まあちょっとね、この動画を作っている途中で思ってたことがいくつかありましてですね、まあ、まず一つは、雪だるまってもうこの時期合わないんじゃないかということですね。であとはですね、雪だるまのこのいろんな紹介をすることに意味があるのかということです。はい、まあ本当に意味はないと思うんですけどもね。はい、ということで、今回はこれで終わりたいと思います。ありがとうございました。これからもよろしくお願いします。 YouTube 動画投稿していくのでよろしくお願いします。それではバイバイ。